17万7千キロで買いました。ハイゼットデッキ版なんですけども、エンジンルームを開けたらそんなに汚かったので、エンジン丸洗い洗浄をしてみたいと思います。エンジンクリーナーを拭き終わりまして、5分後に水で流すんですけども、流すんじゃないですか、ちょっと先にハケで細かいところはね、やってみたいと思います。もう随分綺麗になってますね。ないうちに流さないといけないみたいなんで、もう流しましょうか。洗剤が残んないように相当きれいに流してますね。
洗い流したら、ブロワーとかエアーで、できるだけ水を吹き飛ばすみたいなんでやってみたいと思います。そうしましたら軽く拭き取っていきます。軽く拭き取りましたので、次は、シリコンスプレー、油脂部分に、ちょっとシリコンスプレーで拭いてみていきたいと思います。油脂とゴムか。
続きまして、パーツクリーナーでちょっと拭いていきたいと思います。もうほとんど汚れが落ちちゃってるんで、あんまり意味があるかどうかわかんないですけど、最後の中を取らす。あ、でも落ちますね、ほら、すごい落ちますね。一通りやってみました。で最後にエンジンをかけてエンジンルームを乾かすみたいなんで、ちょっとね怖いんですけどエンジンをかけてみたいと思います。あ、全然問題なくかかりますね。それでちょっと乾かして終了するとなります。最後ね、どれくらい変わったかっていう写真をアップしたいと思いますので、ぜひご覧ください。